Why did never give up?はい、今日はですね、車に乗りながら初のモズトーク、多分初だと思います。今日はですね、野外ライブの当日、で今、直方というところに向かっています。今日から3日間、演奏することになってるんですけども、今日は、僕と一緒に投稿してくれる3日間、唯一僕と同じ、日程でやってくれるドラムの南雲くんに来ていただいております。よろしくお願いします。おはようございます。はい、クリストファー・ロビンです。クリストファー・ロビンって誰だったっけ。そう、ちょっと思い出せない名前ばっかりやめてもらっていいですか。よろしくお願いします。いや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 、まあ、天気、まあ、なんとか今ね、まあ、晴れとは言いませんけども、うん、なんとかね、なりそうかなと。ちょうどいい、過ごしやすい、ね、確かにね、暑くもないね、まあ、降るだよと、だから時でね、行っときたいかなというところですけど、演奏日和で、いやですねですね、いや楽しみです。いやもう3日間大変かと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。3日間しかも2ステージずつ、本当ね。すごいよね。すげえ。楽しみましょう。よろしくお願いします。はい、今日せっかくなんですけど、カメラを回しながらちょっと向かおうかな。 YouTuber がよくやってるやつなんですけどもね、せっかくなんで、うん、ちょっとグッチャンを深掘りしていろいろ聞いていこうかななんて、ちょっと今日思ってるんですけども、何が出てくるの。丸裸にしようかなみたいな、うん、思ってます。次の動画の時に1枚ずつ服脱いでるかもしれない。本当に本当に丸裸にしていくみたいな。そんな感じで脱いましょう。よろしくお願いします。お願いしますね。前回ですね、8月ぐらいに私音楽に行って、はい、ジューシーの誕生日のお祝いに行ってきたんですね。あ、はいはい、その時に、まあ、カメラ回して持ち続け出ていただいたんですけど、はい、5年後の目標をそれぞれ立てるっていうやつをやったんです。あ、その場で立てたんですね。さあ立てました。はい、なるほど、ね、まあ、皆さんそれぞれ、まあ、夢を語っていただいたんですけども、はい、唯一来られてなかったじゃないですか。そうなんですね、うん、そう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 、だからね、せっかくなんでぐっちゃんの5年後の夢、はい、まずじゃあそのなんだろうな、我々こう一緒にやりだして多分5年ぐらい経ってるんですね。ちょうどそんぐらいですか。うん、そうなんですよ。はいはいはい、まずこの5年間って思った通りの活動ってできましたか。はい、思った通りの、いや、そもそもとして俺は伊能さんに誘ってもらった時点で、うん、人生のピーク来ちゃうと思ったから。ありがとうございます。本当ですか。そう。うわ、すげえ人にバンド呼んでもらって来た。なるほど。人生勝つる。なるほどなるほど。そっからどう、そっからね、そっからもうそこで出会った、まあ、奈緒さんとかジューシーが、うん、まあ、他にもいっぱい、ね、うん、一緒にした人、うん、いっぱいいましたけど、うん、この人たちとそこからまたどうにかなろうとしよう、うんうん、すげえワクワクしました。なるほどなるほど。そうそう、まあ一応じゃあ楽しく過ごせたかなと。楽しかったですよね。まあ間違いなく楽しかった。まあ大変もいろいろあったけど、うん、全部が全部それが思い通りになったわけじゃないし。なるほどなるほど、わかりました。本当に楽しかった。ありがとうございます。さあ、じゃあまあね、5年経ちましたと、はい、でこっからね、さらに5年先の未来を語ろうかということで、この前ね、いろいろ言っていたわけですよ。はい、はい、で私は、はい、チャンネル登録者10万人って言いました。うん、そう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 。で、直樹は、はい、なんて言ってたかな、どうかな、TikTok を頑張るって言ってたかな。あ、いいですね。で、ジューシーはモチベーション上げるって言ってました。それないって言ってた。現在ないって言ってた。うん、そうなんですよね。らしいです。そっか、はい、はいはいはい。さあ、それに対してぐっちゃんは何か目標ありますかと、あ、ちょっと伺いたいんですけど。そうだな、はい、結構自分はステップアップの中で、はい、ドラムパーカッションさせてもらってるんですけど、はい、一個任せてもらってる好きな仕事に、その演出、はい、セトリ決めみたいな、はいはいはい、任せてもらってるじゃないですか、はいはいはい、めちゃくちゃ好きなんですよ、うん、あれ考えるの、うん、はいはいはい、同じ曲やるにしても、うん、曲の順番であるだとか、はい、MC 挟むだとか、うん、こういう風に曲入ったらかっこいいだとか、あれこれ
考えたりとか、はいはいはい、すごい好きで、うんうん、でそういうのを何から学んでるかっていうか、うん、吸収してるかって言ったら、その、はい、他のバンドとかの、うん、アーティストさんとかのライブとか、あ、はいはいはい、だからその辺を自分はいろいろもっと吸収して勉強できたらなって。なるほど、はい、それをもうステップアップに還元できたらなって。なるほどなるほど、はい、楽しいですね、確かにね、ああいう考えですね。そうそう、俺大好きなんですよ。まあまあまあやっぱ本当同じ素材も組み合わせによってね、全く別物のものに変わるし、そうそう、ね、いいものになる時もあればダメになる時もありますし。そうなんですよね。だからすごいさっきの話じゃないですけど、はいはい、あの結構何回もステップアップでライブしてきて、はい、結構その仕事任せてもらえるようになるまでは、はいはいはい、ちょっと曲順もったいねえなって思うことが何回かあった。なるほど、そう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 、あ、ここでこの曲持ってくるのか、そっかって思ったことは何回かあった。なるほどですね。そう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 、これ 今気づいたんですけど、はい、この前の前の車ね、はい、あれ多分松尾さん、あおはようございます。多分おはようございます。あのベイビー乗ってますみたいな、なんかあの見える、あのき、あ、じゃあ、じゃあ、あれだな、カメラ、はいはいはい、あれ多分あれ松尾さんですよ。ああ、おはようございます。ウケる、ちょっとびっくりしてるわ。すごいいいタイミングに彼も早かったですね。後で見せてやる。そうですね。なるほど、はい、セットリストね、はい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 。ちなみにどなたのを参考にしたりするんですか？ああ、でもそうだな、結構ライブ見るのとかは、うん、まあ、あの自分で足運んで、うんうん、あの大きいアーティストのとか見に行ったりすることもあるんですけど、うんうん、そういうことやっぱり同じ畑だったらバンドのライブとかはやっぱり勉強になりますよね。うん、やっぱそうですよね、うんうんうん、確かに確かに。ライブ DVD とかもそうだし、自分で見に行ったとかもそうだし、うん、まあ、照明もこうしてくださいって言えば、なんかライブハウスによって対応してくれたりするじゃないですか。うん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 、そこまでね、できたら楽しいっすよね。そう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 、だからマイホームタウンなんかやってる時、あの、はい、タタ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 とかやってるとこはスポットライトがぶっ当たるようにできたらいいなとかね。そう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 、見せ方これ絶対だった、そうだった、今そうでしたよ。ウケるだった。じゃあ松尾さんの遅刻はない。確かに分かんない、あそこで居眠りして終わったわ。分かんないですよ、終わったわ、うん、そうですね、なるほどなるほど、はい、これね、本当ね、僕もいろんなアーティストを見て、はい、あの研究をしてます、うんうん、やっぱあ、なるほどこの組み合わせかとかね、はい、ありますよね、うん、そうそうそう、結構1曲目大事やなっていつも思ってて、うんうん、なんか、まあ、まあワンマンもの時もそうなんですけど、何をから始めるかは結構考えますね、はい、そうそう、実は本命の曲って1曲目じゃなくて2曲目なんだよね。ああ、なるほど。実はそうなんですよ。なるほどね。1曲目はまだお客さんの耳が慣れてないから、はい、1曲目はちょっと定番曲とか、うん、新曲とかで耳鳴らしといて、うん、本命の定番曲とか2曲目で一気にドン。あ、これはね、本当ハマるときはハマる、はい、あれですよね。そう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 、で、あのワンマンで何回目ぐらいの時なのかな、15周年の時とかは、はい、あれが僕の中で一番こう熱い1曲目だったっていうか。ああ、何したんでしたっけ、ジェイズのテーマをやった時かな。あれは良かったですね。あれこう絵が壮観だったっていう、うん、生徒も並んでて、そうでしたね、みんなでうーわーってやったじゃないですか、はいはいはい、あれは俺なんか震えたんですよ、うん、あれは1曲目入りすごいかっこよかったです。あれ良かった、ね、まあ、新入りだったジューシーがいきなり目立つ曲でもあったし、はい、そうですね、良かったかなって、うん、でその流れでそれこそ今言った2曲目ストレートラブ、そうストレートラブ、あれマジ、それをそのまま生徒が全員ラブって言ってくれるっていう、はい、その展開、そう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 、マジで理想系です、あれ。今までのそのワンマンで一番好きなオープニングだったかもしれないですね。うんうん、それはそう、そうなんだ、あれは俺も演出ね、だからそのライトを バシッて当てたりとかまでいけるようになったら楽しいかもしれないですね。そうですね、うんうん、
そういうのを自分はもうちょっと引き出し増やせたらなって、目標かどうかをだけ、それこそ言って5年後、はい、具体的にどうなってるかは分からんけど、うん、勉強は続けていこうかな。確かにね。そうかそうか。まあちょっとそれはね、おいおいどういう風になっていくかは皆さん見守っていただければと思いますので、彼の、活躍にご期待いただければと思います。ちなみにね、まあ、今のは5年後の話だったんですけど、はい、なんだろう、将来の夢、将来こうなりたいみたいな、はあ、じゃあこれはちょっと待って、次回ちょっと好きになれでいいですか。はい、すいません。ということで、じゃあまずは、これで終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。